マンチェスター・バイ・ザ・シー、または単に、マンチェスターとは、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州エセックス郡、ケープアンに位置する町である。景色のいい浜辺や景勝地で知られる。2010年のアメリカ合衆国国勢調査によると、人口は5136人だった。シンギング・ビーチ、1914年。マンチェスターは1629年に初めてヨーロッパ人により入植され、 1645年に正式に統合された。元セーラムとグロスターに属した。地域は200年余りにわたり、巨村として栄えた。町の経済は1845年、ボストンの詩人リチャード・ヘンリー・デーナ・ナシニアが別荘を構えたのを機に、ボストン周辺の秘書地となることに軸を移した。1989年9月25日、近郊のより大きな都市。 ニューハンプシャー州マンチェスターとの混同を避けるため町の正式名称を変更する決議が町民会議で可決された。国勢調査局によると町は47.3平方キロメートル、うち23.9平方キロメートルの陸地と23.4平方キロメートルの水域からなる。町は大西洋につながるマサチューセッツ湾の北岸に面している。 沿岸には7つの B チがあり、またケトル島やハウス島をはじめとするいくつかの島が点在する。沿岸には小さな入り江が点在しており、そのうち最大のマンチェスター港には、そう見る側などの細流が注いでいる。また、複数の保全地域がある。町は、セーラムの北西9マイル、ボストンの北東24マイルに位置し、西をビバリーとウェナムに、北西をハミルトンに、 北をエセックスに、東をグロスターに接する。2010年の国勢調査によると、町には5136人、2147世帯、1444家族が居住していた。人口密度は1平方マイルあたり562.7人だった。2276戸、平均して1平方マイルあたり250.5戸の住宅があった。 人種別では97.6%が、白人1%が、アフリカ系アメリカ人0.2%が、ネイティブアメリカン0.9%が、アジア人0.1%が、その他の人種1.1%が多人種だった。人種を問わず、ヒスパニックまたはラティーノは1.5%だった。2147世帯のうち、 29.5%が18、未満の子供のいる世帯、56.6%が夫婦同居世帯、8.4%が女性単身世帯、32.7%が非家族世帯だった。全世帯のうち28.8%が単身世帯、13.7%が65歳以上の単身世帯だった。平均世帯規模は2.39。 平均家族規模は2.96だった。人口のうち25.1%が19歳以下、3.0%が20から24歳、17.2%が25から44歳、34.9%が45から64歳、16.6%が65歳以上だった。平均年齢は47.6歳だった。 一世帯あたりの平均所得は117,063ドル。一家族あたりの平均所得は143,750ドルだった。男性の平均所得は106,355ドル。女性は68,060ドルだった。一人あたりの平均所得は69,269ドルだった。全家族のント、人口のントが貧困線を下回り。 このうち3.9%が18歳未満3.7%が65歳以上だった。街の中心部から1マイルほど離れたシンギングビーチは泣き砂があることからそう呼ばれ、アボタのマンチェスター駅に近くボストンから交通紙弁なことからカキは大変賑わう。マンチェスター・バイ・ザ・シーはこれらの映画に背景として登場した。ありがとうございます。